YKK グループはファスナー、スナップボタンなどを扱うファスニング事業と、窓やドアなどを扱う AP 事業を中心に世界約70の国と地域で活動を展開しています。グローバルな企業活動を行っていく上で、地球の環境問題は切っても切り離せない課題であり、全従業員で取り組まなければなりません。では今私たちの地球では何が起きているのでしょうか。例えば気候変動問題や資源問題、 CO2 の増加や資源不足はものづくりのメーカーとして大きな課題です。私たち企業がこれから持続的に活動を行っていくためには、地球の環境問題に対し一人一人が行動することが重要です。 YKK グループが目指すべき未来は何か、そしてこれから私たちができることは何なのか。 YKK グループの将来を担う若い世代を中心に、全世界の社員がそれについて考えました。それらの意見から私たちが目指す未来のビジョンとして、 YKK グループ環境ビジョン2050、人と自然の未来を開くが生まれました。気候変動への対応、現在こうしている間にも地球の温暖化は進み、気温は上昇し続けています。今私たちにできるのは、この気温の上昇をどれだけ抑えられるかということです。省エネ活動などにより CO2 の排出量を可能な限り抑えなければなりません。また製品のライフサイクルを通じた CO2 削減により、脱炭素社会の構築に貢献しなければいけません。資源の活用、人口増加に伴い資源へのさまざまな需要が増加する一方、供給のバランスが崩れつつあります。比較的豊富と言われてきた鉄でさえ年々不足する傾向にあり、銅に至っては必要量に対して採掘量が追いつかなくなります。また海洋プラスチック問題は樹脂製品の在り方を考える契機となってきています。私たちはものづくりのメーカーとして、製品のライフサイクルで資源を最大限有効活用し、環境に配慮した製品を市場に提供していく必要があります。水の持続的利用、水はあらゆる生物や産業にとって欠かせない大切な資源です。しかし使える水の量や質、使い方は地域によって様々。今安全な水を手に入れられない人は世界で約6億6300万人にも及ぶと言われています。2050年にはその数は50億人、世界人口の半数が水の確保が困難になると予想されています。未来のために、変化する各地域の状況を理解し、新たな技術で使用量を抑え大切に使うことが求められます。さらにそれをきれいにして返すことで、これからも持続して水が利用できるよう努めなければなりません。自然との共生、生物は酸素を作り、汚れた水や大気をきれいにし食料を与えてくれる。私たちの生活には欠かせない存在です。地球の生態系は複雑なバランスの上に成り立っています。例えばミツバチがいなくなると、農作物の約3分の1がなくなってしまいます。生物種は一度失うと二度と取り戻すことができません。この大切な生態系を守るためには、排ガス、排水を抑えつつ地域環境を豊かにする社会活動を推進することが重要なのです。自然の恵みを次の世代に引き継いでいくため、一人一人が環境ビジョンの4つのテーマに取り組み、
球の自然を守り続けていくのです。人と自然の未来を開く、今後も私たち YKK グループは未来の豊かな生活を実現するため、社会とともに新たな価値創造にチャレンジしていきます。私の YKK グループ環境ビジョン2050はサステナビリティ経営の根底に善の循環あり、これを掲げたいと思います。 YKK は善の循環という企業精神のもと、より良い企業価値を全てのステークホルダーに提供していこうと、こういったビジョンを持っております。ステークホルダーの中で最も尊いもの、これこそが自然環境であるという考えのもと、 YKK はこれからもグループ環境ビジョン2050を進めて推進していきたいというふうに考えております。私は環境と循環という言葉を挙げております。商品として外に出たものもですね、回収して循環させるということで、事業活動においてはライフサイクル全体を通して環境負荷ゼロの実現を目指すということが私の思いであります。技術がですね、今後非常に重要になってきます。今では考えられないようなですね、性能値、それから環境に対するですね、設備もできると思います。さすが YKK グループ YKKAP だと言われるような商品を作って、本当に持続的持続可能な社会を実現できるというふうに期待しておりますので、皆さん一緒に貢献していきましょう。今我々が取り組もうとしているこの自然環境の保護というものはですね、ただ単に自分の世代のためだけではなくて、次世代、自分たちの子供、そして子供の子供、孫の時代まで必ず生きていくのです。そういった思いでそれぞれの国地域の環境というものを本当に大切にして事業を展開していきましょう。